フレッシュ高橋です。本日なんですけど、怪物井上涼くんとワンオンワンして即解説。はい、ということで、今せっかく涼くんといるから何かいい企画ないかな、何かいい取れる企画ないかなって思ったんですけど、でパッと思いついて、それがよく極道涼くんも何度か一対一して、そのコメントにこれ解説してほしいとか、何分何秒の技解説してほしいっていうコメント結構いただくんですよ。題名通りなんですけども、今から涼くんと一対一をやります。その一対一は、いつもみたいに何点マッチっていうのでガチでやるわけじゃなくて、8割、お互いまあまあちゃんとやり合うぐらいの感じでワンオンワンをします。どちらかが決めたら、今その決めたそのステップをその場でも解説するっていう。はい、ということで、すいません、りょうくん一回ご登場いただけますか。めちゃめちゃガチ、いつもみたいな感じでやらなくてもいいんで、お互いそのスキルで相手を翻弄するイメージでやりましょう。で、これだとなんかちょっとぐだりそうなんで、シュート決めたら教えてやるよから行きましょう。僕が決めたら、おう、りょうくん教えてやるよ、今のはこうこうこうやってやったんだぜっていう、こういう企画でやりましょう。お願いします。はい、それではワンオンワンして即解説やっていきます。なんか軽くとはちょっと緊張します。やっていきます。お願いします。カメラマンが向きじゃないからすごいなんか大変な一人で盛り上がっちゃってますけど、もう教えてあげます。今日教えてあげます。今のなんですけども、まず右に体重かけます。右に体重かけて、クックッ、はい、というムーブでございました。ありがとうございます。どういたしまして。次行きましょう。今のはスルーしようとして、最初の1歩目の時に反応してこなかったから、ただ2歩目で敵に行って、その際に敵の手をちょっと弾く、弾けますで、やって抜くっていう。ありがとうございます。教えるぞ。反応してきたので、そっからレックスルー入れます。クロスジャブしてレックスルー、これ僕よく使います。ぜひやってみてください。ありがとうございます。いえ、とんでもないです。ありがとうございます。
めちゃくちゃやるんですけど、至って簡単ミニジャブです。めちゃめちゃね、トラベリング祭りになるので、あのスペインムーブって言って、このシミーからオープン行くと軸足浮いてアウトになるケースが多いので、スペインムーブって言ってこのまま落としていくムーブに変えました。これもマジ相手がワンアームで突いてきたら一発これやってみてください。勉強になります。いえ、とんでもないです。ありがとうございます。体重だけ右足に乗せてあげる、乗せてあげて反応を見て明らかに下がってるからこのままでシュート。ボディーフェイント。いやでもボディーフェイント半端なかったっすよ。フェイントじゃない、あもうボディーフェイント、ボディーフェイント、こんなんですよ。グイッ、皆さんは決めてください。皆さんは決めてください、はい、すいません、リュークやります。はい、今のは途中までちょっと覚えてないですけど、いろいろやってずれてるところにパパンっていうフェイク、まあ、手で読まれてましたけど、ここは OK です。で最後にあーってディフェンスが置き去りになったところをゼリーでかましましょう。そういう時はやりましょう。はい、勉強しない。いえ、とんでもないです。これがりょうくんの前科の宝刀か。いや、すいません。勉強になります。動きなんですけど、まあ、動画にしたことあるんですけど、ここでヨウ君のこのところに入り込むように1クロス、ここに入り込むにクロスして、そうするとほぼ反応するんで、ロールで決めます。プッシュクロスロールでございます。まあ、ここはヨウ君ね、引っかかってたんで、どうお願いします。勉強になります。いえいえ、とんでもないです。りょうくん、ちゃんと手の使い方まで教えてください。高橋さん、プッシュクロスロールと一緒で、はいはいはい、違うのは、これはこれ、ここでインサイドアウトするだけ。インサイドアウトして、これに対してこう手で押さえる。これがマジでうまかった、上に変わりました。ただ距離が多分めっちゃ近いです、インサイドアウト入れる多分って。そうだね、だから手出したくなる距離でやるんですけど、ちょっと釣り玉っていうか、釣りのフェイク、こう反応させる、ちょっと
こいつインサイドアウトするって言うのかぐらいだはいはい、だからわざとインサイドアウト分かりやすくするそれでこれなんですよ。これマジでこの手最悪今プッシュクロスやったからやり返してきたということですね。そういうことです。すいません、勉強になります。離れて次合致する地点でここでユーロかもロールループやな。ユーロかロールループ。分かったです。この企画ちょっと僕的に面白いかなと思ってたんですけども、皆さんの意見をコメント欄でぜひ教えてください。ワンオンワンして即解説でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。コメントで好評でしたらまた他の方ともやってみたいと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。